ご苦労。ただまあ、そうだな。あと三機団の見解が一致しているのであれば、古竜の墓と想定し、全体で動くことに価値はある。マグナロスがどこにいるのかね、まず場所がわかるだろう。よろしく頼む。よし、古代竜人を探してきてくれ。ね、思ったより時間はないぞ。古代竜人さんに話を聞けば、マグダラオスの居場所がわかるでしょうか。お、隊長。よ。学者先生から預かってきたんだぜと。体力の総意。ヒットポイント1本分耐えられるという凄まじい相手。はい、報告。上鎧玉いっぱいください。開いたらとりあえず何でもいいからぶち込んでおけ。そしてまた、シャムオスは倒してないからダメ。報告、ゾラ・マグダラオスとオドガロンが更新されました。あ、3になってる。お、まだ2だな。ある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 。オドガロン、弱点はやはり頭。まあまあ頭だわな。お、有効な属性、氷が弱点なのか。うん。お、麻痺も有効、爆破、気絶、睡眠、毒。そしてやはりおかしいな、逆鱗の文字が見え。まだレベルが足りないのか。もっといっぱい倒さないとダメみたいだね。はい、なんか用事だったっけ。マンドラゴラをとりあえず完了して、次別の依頼に変えよう。眠りじゃなくてマヒタケだよね。マヒタケ、マヒタケ。交代。肥料を使う。お願いします。もう1ボックス欲しいな、やっぱり。ここに何かあるね。エクスクラメーションマークが出てる。ここかな。兄貴、お疲れさん。ん、食材の依頼だよっと。次も代わりに行ってくれるって。おわっと持ってるわ。これ一発だな。さ、装備チェック、装備チェック。なんか来てる。品揃えを増やしたよ。品揃え増やしておいたよ。変わらん。防具の方か。アロイ装備が直接買えるようになったのか。そしてガロン装備、抜刀術。力、武器出し攻撃に気絶が追加。さらに攻撃力も上がる。で、こっちが、おっと、砥石使用、高速化、体術、お、見切り、納刀術。基本守備力も30となかなかのもの。んー、でもやっぱバルキンの KO 術が欲しいな。さあ装備強化の方を見に行こう。おっと、
詳細が分かった。とりあえずドラーグをいっぱい見つけないとこっちに行けない。単純にこれ強いよね。ここに行くべきだな。もう一回平井竜をぶっ倒したらドラグさえあれば作れるレベルだし。そしてヘビーロックボーンがなんと780、ボーンスパイが728で睡眠あり。うん、ヘビーロックボーン、ひたすらねここを突き進んでいくのもありだね。で現在の装備がここですが、ここから先はまだ行けない。こっちに行くにもこれはアンジャナフをあと1回倒したぐらいで行けそうだね。そしておっと、なんかこれここから作れるのもしかして。竜骨派生、はてなはてなはてな派生。ああなるほど、玉がいるんだ。でこっちはフローズンコア、ライトクリスタル、氷結袋。イルオス、氷。装備、生産である。ハンマー作れない。いびつな胸骨とサンゴの紅骨がいっぱいいる。でもこれ作ればそのまま次がね、まあすぐは作れないよ。アンジャナフハンマー欲しいな。やっぱ炎属性。探索で古代樹の森に向かいってあるしな。アンジャナフをボコるか、それともこっちのクエストでアンジャナフのね、なんかフリーがあった気がするんだよね。闘技場のボルボロス、アンジャナフないか。アンジャナフ倒せないな。じゃあね、今回はちょっとね、ボルボさんと闘技場で戦ってみようかな。せっかくだからボルボロスをぶっ倒しておくぜ。特殊闘技場だからなんだろう、食事とかできる。アイテムとかも全部自分で用意しなきゃいけないのかな。ちょっとボルボさんぶん殴りに行こう。罠もあんまりないんだ。ちょっとボルボさん行ってきます。闘技場来んの初めてだな。バリスタとかトラップとかあるんだ。投げナイフ、毒か麻痺にしないと意味ないけど。闘技場とか初めて。ほっ、すごい速い。おっと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 、なるほど。おー、いろんなのあるな。
飛ばれた。あったあった。これあれぶっかますのきついよね。大砲はないのかな。あー大砲もあるな。でも多分殴った方が早いよね。多分殴った方が早いっすよね、これ。痛い痛い痛い。連続攻撃はやめてください。で、大砲。なんであいつあんなとこ行ったんだろう。とこっち来い、こっち。ソロだったら当てるの難しい気がするな。V 破壊って言ってもドロー落としてるだけだからね。来ない。よし。イラッとする。この押されるのは本当にイラッとする。折れた？壊れた。だいぶ泥出てくるまで時間かかるな。ノリを狙える場所がちょっと分かんない。俺じゃないなら堂々と入っていくよ。頭蓋くれー。よし頭蓋来た。はい、振り向いて、そこに俺のスタンプが。ディアっぽい動き。よし、ピヨッター。よし、流撃層が使えるようになった。わあ、いいけど、どうやって行ったら出れるかな。罠使わないと当てれる気がしないんだよな。そもそもボタンどこよ。流撃層のボタン。ボタンどれ。全然わかんない。これかな。違う。これ痛ぇ。
これだこれだ、これか。ぐさー完全に貫通してるじゃねえか。これ人が当たったら即死じゃねえか。なかなかエグかったな。ほら、あー、ただ乗りがしにくいなここ。あ、3を決めさせて。これかな、あえてここを駆け上れるとこじゃない。はあ、打ち返された。さらにドロードロ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 。まあ闘技場は敵を逃がす心配がないから、そういう意味では戦いやすいけど。シャキーン。当たりハンデがぬるくていいわ。あ、これもなんかあるね。これは何？どうなるのこれ？え、いてー。まあね、正直ボルボは強くないから、今いろいろな実験中。どんな行動になるの？あー、それ。そう、あ、そういうこと。なるほどね。この辺から何か出てくるのかと思ったら、そこ、それか。こんなもんか。あとは、あ、別に強くはないね。まあ所詮普通のボルボロスだし。あとはじゃあ何が必要かな。あ、尻尾だ、尻尾灰だ。スライディングできる場所がないんだよな。この辺できる？一応できそう。一応ここで乗り狙いやすいって感じか。で、大砲の弾で大砲。つっても一人じゃ当てるチャンスないよね。あと10秒。で、バリスタ。ミツムシ。これ4人でやると楽しそうだよね。一人が踊りになってるうちに、他の人が大砲やバリスタを狙うっていう感じ。いやー。ちょっと、広角、そこ。携帯職業、オータルバクタ。爪そんなに美味しくない。